さっきさ、うん、するの収録前にさ、うん、ちょっと時間を潰してたんですよ、はいはい、であの地下に、うん、まあ、あの席があるようなお店で、うんうん、あの時間潰してたんですけど、うん、で あ、まあ、あと30分ぐらいかなみたいなって思ってたら、うん、その階段の上の方から、うん、なんかねオーンみたいな、まあまあ、そのあえぎながら、そのよう、まあ、はい。あえぎながら入ってくる。みたいな声が聞こえるなと思って、はいはい、人がいたと。で、なんか子供かなみたいな、うんうん、って思ったら、その、ご夫婦とおぼしき男女のお客様がこう、うん、いらっしゃって、うん、で、ちょうどまあ今収録してるみたいに、うん、俺のこう、差し向かいにお二人座られて、うん、そしたらそのなんか、旦那さん多分結構ね、うん、割とその多分俺の 2.5 倍ぐらいの年齢の方だと思うんですけど、おうおうおう、すごいなんていうかこうラブラブな感じで、おうおうおう、うん、なんか目の前に若い男の子いるね、うん、どっちがかっこいい僕と、うーんって奥さん言って、奥さんかわかんないけど、うん、でずっと二人でこう こっちを見てるのよ、うん、俺あのこうなんていうのかな、スマホを顔の前に持ってきてさ、うんうんうん、スマホを見てますみたいな手で、まあこう、うんうんうん、こうちょっと、もうもしくは撮ってますだよね。するか一番ダメな録画してますだよね。でもなんかね、こっちを見ながらチラッチラッて見ながらこうね、二人でナゲットとかポテトを食べさせ合って、クロスナゲットとクロスポテトをしてるの、ね、そう、もうすごいね、とマスクしました。うわーやば、まあ、ファーストフードのグランドクロスがそこに恐ろしいわ。いやでもなんかなんだろうな、いい光景だなと思ったんだけど、うん、できれば向かいじゃない場所で見たかったなっていう、その近すぎるとか、斜めとかだったらさ、あ、素敵だなっていう。あと画面越しがいいよね。そうだね。あと、あ、俺もその、なんか登場人物みたいになっちゃったから。いや、モニタリングされてたんじゃない？いや、あ、かな？どういう対応するかみたいな。いや、怖いよ。これは和心を君にが楽しみですね。いやあ、そういうこと。日本人のその、言うに言えないなんか、習性を観察されてたから。そんな和心感じていきましょう。斎藤壮馬。石川海人の、ダメじゃないラジオ。